こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は作曲家コール・ポーターについてお話ししたいと思います。今まで作曲家はですね、ジョージ・ガーシュインとかジェローム・カーンについてお話ししてきましたが、ジャズのミュージシャンが最も取り上げる作曲家の一人ではないかなと思いますが、コール・ポーターですね。彼は、1891年に生まれましてですね、お父さんがサム・ポーターで、お母さんがケイト・コールなんですね。なので、そのお父さんとお母さんの、名前を取ってコール・ポーターなんですね。だからアルバート・ポーターっていうのが、本当の名前ですね。母方のコール家が大富豪なわけですよ。で、おじいちゃんがもう大富豪なわけでですね、おじいちゃんはまあ彼に対して、まあ、法律家にさせるつもりでいたらしいんですね。ところが、まあ大学に入ってもずっとピアノばっかり弾いてて、学生の間で300曲ぐらい作曲してると言われてるぐらい、それぐらいまあピアノをずっと弾いてて、あ、まあじゃあそっちやりたいんだったらってことをおじいちゃん後で気づいて、まあ音楽の方の道に進むことを許してもらうわけなんですね。1915年にはミュージカル、ハンズアップで、まあ一応まあデビューを飾るんですが、その後のやつもあんまり売れなくてですね、でまあ失意のままに、要はまあ昇進旅行じゃないですけど、あのヨーロッパ行ってずっと遊んでるんですね。まあ、ここがもう大富豪の息子ですよね。だから普通こう作曲家とかミュージシャンってこう貧乏から始まるんですけど、もう最初からお金がめちゃくちゃある、まあちょっと特殊な人ですね。でお金持ちで、まあずっとこうヨーロッパ遊び歩いてて、そこでリンダ・トーマスという女性と知り合うわけですね。リンダ・トーマスさんはバツイチでいらっしゃって、で前の旦那さんがまあ DV をするということでコールと知り合って、でまあコールはもともと男色家だもんですから、女性とそういう性交渉を持てないという人なので、なのでそういったことももう最初からお話ししていて、でまあ優しさに惹かれて結婚するわけですね。でまあ2人で帰国してくるわけです、1920年にはね。でもこう30年のまあニューヨーカーズっていうところまではなかなかこう10年間ぐらいは華々しい作曲活動はしてないんですね。映画にも出てくるんですけど、結局リンダはですね、彼の本当に作曲家の才能をずっと見込んでいてですね、まあどっちかというとマネージャーみたいな感じで、アービング・バーリーに合わせるんですね。でバーリーに合わせたら、あ、こんなすごい曲書くやつがいるんだったら僕も仕事手一杯だからいろいろ仕事回していいみたいな感じで、でまあ1930年のニューヨーカーズ、これがまあ大ヒットするわけですね。ラブフォーセールって曲です。これはあのジャズミュージシャンのマイルス・デビスがキャノンボール・アダレーの、サムシング・エルスにも入れてありますが、ラブフォーセールっていう曲ですね。この曲はあのまあ娼婦が愛はいらんかい、愛はいらんかいと売っていくという、そういうこう歌詞なんですね。本当の愛は売らないけど、それ以外の愛だったらいろいろ売ってあげるよっていうような歌詞がついててですね、非常にあの発禁処分になってしまうぐらいで、あえてそういうことして、まあ、炎上するわけですね。発禁処分をされることを顧みず、こうそのままの歌詞でこう出しちゃうわけですね。そうすると放送禁止になったりとかして、余計にこう話題になってですね、ここであのコール・ポーターすごい有名になっていくわけですね。なんか今の本当に炎上を狙った感じの、スタイルで、まあ、有名になったということですね。1932年には陽気な離婚っていう、ナイト&デイっていう曲が非常に有名ですね。でリンダとは非常にこうもうとにかく仲良くて、でコール・ポーターは歌詞も書くんですね。だから歌詞も書くから、新しいミュージカルができたよって言ってこうリンダに見せるわけです。一緒に初日は必ず見に行くわけだし、そうするとこうリンダは感じるわけですね、自分に書いてくれる歌だと。でその歌詞 もうすごいこう愛にあふれた歌詞で、私に書いてくれてるんだと思って、で そこは満たされるんですけど、男女としての関係がないもんですから、そういったところでこういろいろ不満に思うわけですね。でコールはですね、そうい こう初日にリンダと、まあ、美味しい食事を食べて感激をして、でそれからこうみんなでパーティーでこう終わってから、打ち上げのパーティーがあるところでスッて抜けて、まあ男の子と若い男の子と抜けて出て行って朝帰りするわけですよ。でそういったことを繰り返しているうちに、リンダはですねヨーロッパ旅行に行っても、あの家に帰ってこなくなっちゃうわけですね。ものすごくこう恵まれてる人でもいろんなこう苦悩があるんだなっていうことは非常によくわかりますね。何もかも持ってるような感じはしますけど、やっぱりいろんな苦悩があるというかね。で1937年に、まあ、乗馬が好きで、そこの乗馬で落馬することによって両足を骨折してしまうわけですね。でずっとまあ車椅子みたいな、もう
片足切断した方がいいんじゃないかって言われるぐらいなんですけど、で、まあ、映画ではですね、まあ、氷電映画があるんですけど、またこう、また特集するんですけど、氷電映画があるんですね。その氷電映画でも そこでこうリンダがこうなんかこうその知らせを聞いて帰ってきて、君を呼び戻すことができたよって言ってにっこり笑うっていうシーンがあるんですけど、まさか本当かどうかはちょっとわからないんですが、まあ、落馬して両足骨折すると。1943年の I Love You とか、まあ、この辺ジャズの人がすごくよく使う曲の、もういっぱいあるんですけど、まあ、ジャズの人がよく使う曲の中でもさらに僕のこうちょっと趣味嗜好でこうちょっと曲選んでるんですが、まあ、I Love You って曲ですね。これは映画でも出てくるんですけど、 I Love You っていう、こう、まあ、もう本当大富豪ですかね、プールで泳いでるんですよ、庭のプールでね。でみんなで庭のプールで泳いでて、でみんなで賭けしようって言ってて、お前がいくらすごい作曲家って言っても、 I love you みたいなそんなしょうもない歌詞なんか書けないんじゃないって言われて、ちょっとお金かけてって、本当にね5ドルだったか10ドルだったか、本当少ないこう500円とか1000円ぐらいの感じをかけて、じゃあそれに負けないように頑張るわっていう、こう、まあ、お金持ちの感覚って分かんないですね。だからお金が高いとか低いとかじゃなくて、そういうこう、もうそういうこう遊びなんでしょうけど、でそれで、まあ、結局書いた曲が素晴らしくて大ヒットするというか、 I love you ですね。変なところで転調してものすごい綺麗な曲なんですけど、まあ、ジャズミュージシャンよく使う曲ですね。1944年はですね、ブリタム・ウィセイ・グッバイっていう曲なんですね。これはもう、まあ、僕たちこんなに愛し合ってるのに、いつもこうやって喧嘩してバイバイっていう時って、なんてこんなに僕はもうちょっと死んじゃうんだよっていう歌詞なんですね。でそのあなたといると、もうまるでひばりがさえずって、もう素晴らしい状況なのに、こんな風になっちゃうと全ての曲がメジャーからマイナーに変わって、ここでちゃんとコードもね、メジャーっていうこう明るい音からマイナーの音にヒュンって変わるんですけど、で、まあ、僕たちを言いたしてグッバイっていう、また僕たちがいつもねさよなら言うと、なんでこうなっちゃうんだろうかっていう、これもね、もう本当リンダとのこの思いがね、こうすごくこう喧嘩してそういう風になったりとかするんですけど、そういう時のためにリンダに書いてるんじゃないかなと思われるような、まあ、五線譜のラブレターっていう映画があるんですけど、五線譜にこう君への愛をずっと書いているっていう、こう劇中で使われる曲なんですけど、全ての曲がリンダに対して書いてるんではないかなと思わせられるような、そんな美しい歌詞なんですね。あとはこう、まあ、リンダが、亡くなる年にはですね、All of You っていう、あなたのすべてがみたいな、ものすごいこの曲なんかマイルスがよく取り上げてますね。まあ、リンダが亡くなってそれから10年ぐらい経つんですけど、その後はまあちょっと執筆活動もだんだんこう衰えていって、まあですね、58年にはですね、怪我で右足が、潰瘍ができて切断してしまうんですね。で義足になるんですが、なんか映画ではですね、もうだんだんこう喧嘩っていうのもだんだんしなくなって、お互いが空気みたいな状態でずっと行って、でリンダが行ってしまって、だんだん寂しいこうリンダとの部屋でずっとこうなんかこう義足でずっとこう過ごしていって、で最後亡くなってしまうって、1960年には腎不全でサンタモニカで亡くなるっていうお話なんですが、非常に素晴らしいこう、こう激動の人生を送ってらっしゃる方ですね。こんな感じでめちゃくちゃ面白い、非常に天才であって、全てを持ってるように見えてもものすごい苦悩してる人生なんだなみたいな、みんな同じようにちゃんと苦悩があって、もう本当にプラスだけなんじゃなくて、立ち向かってみんなすごいこういい音楽を書いたんだなと思うと、非常になんかこう感慨深いものがありますが、で今回からですね、この1950年代を軸にこうちょっと色変えてみました。ここからジャズミュージシャンのハードバップ時代が始まるんで、要はまあ彼はまあすごい活躍してた時代ってのは1930年代ので、禁酒法が終わる頃ですね。でまあ世界恐慌の直後ですね。こういうふうに生きてきて、まあ、この辺にちょうどこのタイミングですね、1954年というのは、56年にマイルスが、4部作を出してますから、できたばっかりのオールオブユーを取り上げているということですね。という具合にですね、まあ、こう皆さんのこう作曲家のこう系譜とこうジャズミュージシャンがこう活躍していく系譜っていうのをちゃんとこう見ていくとこう覚えるんではないかなということと、やっぱりこうミュージシャンがこう取り上げる曲でもうこういう
コール・ポーターの曲ってこういう風だよって言ってまとめて何曲か覚えていた。ラブ・フォー・セル、ナイト・アンド・デイ、もうめちゃくちゃありますね、演奏で。アイ・ラブ・ユーも、エブリタム・ユー・セグも、オール・オブ・ユーも、特にこう歌の人も歌うし、器楽で演奏する曲で、まあ特にこの、彼の史実に非常にポイントになる曲ばっかり選んでみましたが、コール・ポーターがしたらね、You Be So Nice To Come Home To もそうだし、とにかくこう名曲がいっぱいありすぎるんですよ。で取り上げる曲が多すぎるんで、まあとりあえず、ちょっと I Love You とか Every Time We Say Goodbye はもしかしたらちょっとマイナーかもしれないですが、 Love For Sale Night And Day、All Of You あたりなんかは非常にライブでもよくされるんではないかなということで、取り上げてみました。というわけで、なんかこうきっかけでね覚えないとね、なんか名曲をバラ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 って覚えるよりかは、こうこの辺あ4曲ぐらい聞いてみようかなと思って、こう4曲じゅんぐりじゅんぐり聞いていくうちに曲を覚えていくみたいな、あこの辺はコール・ポーターの曲なんだって感じで覚えておく方が頭に入りやすいんではないかなということで、今回はコール・ポーターの生涯についてお話をしました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。